今日は木曜日、ザ・サボテンマン PC2 番エレシャリコー3657枠目。はい、3年B組、ドンパチ先生さん、サンジさん、シャトルさん、黒金さん、ネコスさん、いらっしゃい、ディクサーさん、ありがとうございます。おーいえー、はい、ノーコンキッドさん、クラーソージさん、いらっしゃい、ネコスさん、シャトルさん、ディクサーさん、ありがとうございます。おじさん、ありがとうございます。アランプロソさん、13コメさん、いらっしゃい、それは本当に列車列車オーライ。今日はとんでもなく暑い一日でした。今日は暑かったね。16個目さんシエルさんじゃない。和国。暑かった。和国さん、こんばんは。18個目さん早健さんじゃない。和国です。20個目さんじゃない。20何度だよね本当に。大分では真夏日でした。はい、22個目さんいらっしゃい。いや、真夏日のところもね、あったですよね。アガドダイボンさんいらっしゃい。雪国で20、もうね、最近ちょっともう夏がもう暑くてね、もう夏じゃないのに暑いからね、本当にね。で、夏は長いしね。26個目さんいらっしゃい。もうね、クーラー今日まだ4月ですけどね、5月からもう完全に夏になりますね。はい、妙見さんいらっしゃい。お湯かけて雪国、お湯かけて雪国、でも土曜日からまた少し温度下がるみたい。温度下がる。ヒートテック着てたら地獄でしょうね。体温は低いですね。ヒートテックしてる人はクーラーつけたんじゃないですか。もうね、まあ今はね、まあちょうどいいけど、だんだん、あっち側見ていこうか。だん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 、おーいえーね。バーソさん、京子の旦那さんいらっしゃい。こんばんは。ゴールデンウィークあたりに急に暑くなってまた下がるみたいな感じじゃないかな、ここ数年の傾向として。下がるっけ、下がったことあったっけ。もう5月入ったらもう暑い日ばっかりじゃない、ジメジメして。和国もう5月から10月頃まで夏だよ。ラックス市では緑ないから暑いんだろうね。ジメジメして蒸し暑いよね本当に。もう夏は何がいて虫が出てくるな本当にね。蚊が出る、虫が出るわ、もう最近夏は嫌だね、本当にね、暑いわ。名古屋に住んでた時は5月からずっとエアコン稼働してました。11月下旬くらいまで。虫も蚊も嫌すぎますね。ねえ、本当にラックスしても虫が出ますか。虫が出る、蒸し暑くなるパターンですね。ねえ、そうそう、あの赤い部分40度超えてる、40度超えてる部分じゃない。 G も出るしね。 G も出るし、ねえ、本気はやばそうですね。暑いしね、で雑草は生えてくる、もう庭草だらけね。こたまちゃんたちは食べて駆除してくれませんか。あ、去年はね、ヒヤッとしました。去年は G は全部、ね、こたまちゃんたちが殺してくれたんでね、退治して、ま、森さんが一番されちゃう。死骸は残ってるけど、まあ死骸を処分するだけでよかったの。殺虫剤一度も使わなかったですね。住宅ローン残ってるのに勝手に俺に許可なくそうと虫が出ます。よし、住宅ローンの猫強い、猫強いんですよ結構。
そうだね、窓開けると森さんが一番寒いらしい。まあ食べはしないんでね、いいんだけど、殺すだけなんで。窓を開けなくてもどこからともなく蚊は入ってくるからね、本当に苦手ですよ。もう雑草が生い茂ってるんですね。そう、雑草はもうね、草引きも。わずかな隙間狙ってくるんですね。無効波動体反応センサーですよね。笑。早い。服についてくんじゃないですか。服についてんのかね。よく黒い服とか着たらね、そういうあの何くっつくとか言いますけどね。いつの間にかね。よし。足の裏を清潔にして顔寄せつけないようにしよう。本当にもう足のもうとんでもないとこを刺すかとかね。で窓、玄関開けっぱなし厳禁です。わずかな隙間から猫も侵入、ね、足の裏やらかかとやらね、本当に。え、ここと いつの間にあれだね、食料ね。まあ夏は猫草も生えてくるから、ね、猫たちは嬉しいけど。あーね、ちょっとサボるともうね、この間1週間前抜いたのにもうだよみたいな。ペンペン草も。本当に。僕のいがら見たこともない虫を部屋に入れてしまったことあります。すぐに除草剤撒きました。笑。変な虫は困りますね。うちは除草剤撒いてますね。あ、除草剤撒いたら撒いたらみんな茶色くなっちゃうじゃないですか。ね。抜いた後にやらないといけない。結局抜いて根を枯らすためにやって、まあそのままかけたらもう茶色くなってね。見栄えがね。うちは恐竜部の階段が雑草で埋まるので、今年こそ終わってる観葉植物ごと駆除したい。ハエはだから自然なくらいハエがたかってるんですが、除草剤かけてほったらかしにしてるところありますけどね。本当茶色くなってて見栄えが悪いですよね。見栄えっていうかなんかみっともないですよね。茶色くなったの抜けばいいのにと思って。ラックスさんは除草剤で捕まったんですよね。除草剤は捕まりません。今ね、今はほら LGBT だから、除草しようが男装しようが何でもね、今ラックスレイクは女装レイクだった。制服男子でも女子ね、セーラー服着てもいいし、女子でも何あの爪入り着てもいいということでね、もうオールマイティーですよね。ブレイブさんでしょ。ルズブ特定言えば何でも許される世の中。LGBT 言えば何でも許される世の中。ポイズン。ウテナ様、ウテナ様はあれなの。あ、そうか、ウテナ様ってレズなんだっけ。よくわかんないけど。女子トイレにちゃいけない、さすがにね。さすがにトイレはやっぱりその性別に合ったトイレに行かないとね。まあ見た目でね、もうあれだね。カンナ月の巫女ってあの誰だっけ、モノマネの人だっけ。男女共同トイレ、まあまああれだね。まあ日本も混浴はあるけどね。トイレ。キャットか言われても激烈です。昔の川崎球場かな？男女兼用トイレ。昔の川崎球場男女兼用だった。あんな時のあ漫画だったの？神奈月というか、なんかあの芸人さんで神奈月って言ったじゃないですか。先発に行ったら応援団の女子が爆乱してるのが目立ったな。ああ、なんか
新聞に書いてありましたね、盗撮対策でチアガールの人もスカートの下ズボン履いてジャージ履くとか、トマトでしたっけ、カンナズキさんって行方不明になった人でしたっけ、あのミニスカートタイプじゃないチアガールを採用してるのが増えたみたいな感じでね、嘆かわしいなと思っちゃった。行方不明になったの？いやちょっとわかんない。園田対策もあったのか。園田対策っていうことでなんか。レタス違うじゃん、レタスベーコンじゃないよ。スーザンさんじゃない。レズゲイバイトランスジェンダーですよ。ね。ねえ。報道のカメラはどうにもならん。パンツ見て何がええな、パンツ見て何がええな、フィギュアスケート見たらパンツ丸出しじゃないかとか。不思議の部屋はスカートオンリーですよね。台湾のチアガール見て久々に見たかったやつこれだわって感じた。うちの親父がなんでパンツで見て興奮するんだって。フィギュア見ればいいじゃん、フィギュア見たらみんなミニスカートで見えるだろうって。わからんのーって。よしべえさんですね。台湾のチアガールはいいって聞きますね、そういえばね。そうだよ、カレーくらい食べろよ。カレー食べろよって、カレーに切れてたのが本当に。カレー食べろとは、早く殺せか。PC エンジンチャンネルご意見番、カレーの話本当好き、わら。スタッフが後で美味しくいただきましたとか、書いとかないとね。これからは犯人が動機とか告白してるのに全然もうそれ関係なく、もうカレーのことが気になって。そんなテロップ書いてあったら冷めますね。なんでカレー食べないの。まあ、カレーじゃなくてもなんか食べ物かな、食べ物は。そう、途中でほったらかしにすると気になるらしい。なんだっけ、なんか県民賞かな、県民賞だったっけ、なんかそのご当地のあの名物料理を食べるなんかあれがあって、みんな食べる、なゲストの人がみんな食べるんだけど、みんなチェックしてるからね、あれは綺麗に食べちょる、あいつ全然さっきから、あいつは全然食べちょらん、一口くらいしか食べてねえから、あいつなんだとか言ってから、あれはみんな食べちょる、綺麗に食べちょるけど、あれ一口しか食べて何も食べちょらんのに、なんかコメント言ってから、本当は美味しくないんじゃろって言ってから、絶対美味しくないに決まっちゅるとか言ってから。一口しか食べちゃないんじゃないかって。おいしゅうないんじゃ、おいしゅうないんじゃとか言って。みんな盛り始めたらキリがない。113個目だよ。本当に。わらわら。なんかもう食べるのをようチェックしてるからね。あまりにがっついて食べてたらそれはそれで怒るのだろうな。わら。きれいに食べるのはいいみたいよ。食べるのは。食べるのはね。食べるのはね。大食い番組とか好きなんですかね。わら。かといって大食い番組とか見るわけじゃないんだよね。とにかくそういうなんか食べるシーンがあったりしたらね。気になるみたいな。わらわら。大食い番組とか汚いとか言って見ないけど。かといって自分が綺麗に食べるわけじゃないのよ。嫌いなもんとか残したりするからさ。もったいないことするけどね、結構残すの多いのに全く。あれだけ人に文句言ってんのに自分は綺麗に食べないんかみたいなね。
俺はいいんだよっていう感じなんだね。ここかな、新たなゴルフ場候補は。まあちょっと今冬だから、春になったら建てよう。ここがいいね、ここはね、立地条件的に。ここもう一個とこ建てツインタワーにしてもいいね、これね。地上げ祭じゃ。ここの住んでる人は悪いけど、ここはもうゴルフ場がね、ゴルフ場ありますから。アタレグ新規ラックス鉄道の4番目。いやいや、立ち退きさせるしかないじゃない。今家が建ってないところここだよ、ここね。ここはちょっと駅から離れてるからね、不便だからね。ラックスさんの変な頑固さは誰譲りか分かった気がする。スキー場拡張しましょう。地上げ祭ではしょいわしょい。わしょいわしょい。立ち退いた人はどこに行くのかな。社長、本社前にゴルフ場建設反対派がデモ起こしてますよ。ゴルフ場建設反対派の人が集まってます。なんとか、なんとか説得してください。なんとか。ここにゴルフ場が建たないとね、不便になるから。うん。立ち退く人はラックスマンション用意しますから。立ち退き専用のね、いいところに。いいところにラックスマンション、あるの、そこに転居してもらいますんでね。はい。事務室にデモ起きるんだ。デモで集まった人、翌日謎の行方不明らしいよ。どうしてだろうね。いやいやいや、社長、人数分のドラム缶の用意ができました。いつでも行けます。ラックス団地じゃないですか。ラックス団地、ラックス、まあいいところをね、みんな手にしますからね。はい、よしよし、もう作っていいだろう。はい、ゴルフね、縦がいいかな。縦だね、縦がいいね。縦ね、ここだね。この駅の真ん前だよ、駅の真ん前。はい、駅のまま。うわ、緑あふれるね、いいグリーン、緑あふれるいいグリーンね。いいね、ラックスマンション。さらにここにラックスホテルを建てようね。ゴルフに、ゴルフに疲れた人がね、泊まるこのラックスホテルね。ここラックスホテル、誰も地上とは言っていない。ラックスホテルね、はい、オッケー。ラックスホテル、ラックスゴルフ場、素晴らしいものが建ちました。地上げじゃないよ。話それましたが、かつての大手生主内さんが、すべてイスイチ、ミの配信してるようですよ。今ここで PC に、なぜ、あれなんですか、他に誘導するようなコメントをするんですか。隣町への引っ越しを市で負担することで合意しました。154個目だよね。で列車で飛行。ええ列車今見るんだ。いい人見るんじゃない。打ちっぱなしのゴルフ場なんだよきっと。で列車で飛行。そういやラックスさんのゴールデンなウィーク、今年は何日頃で？3、4、5、6ですかね。もうあとはもうほたらかしで、お金が増えるんだったら、大手だったら宣伝しなくていいと思いますよ。大手なんだろうね。どっちかっていうと、ね、大手じゃない人の宣伝ならまだいいですけどね。大手だったらもう宣伝する必要全くないじゃないですか。そうなんだよ。まあね、宣伝をするなら他のちょっとね、できたばっかりとか、なんですか、そうですね、5連ですね、9連休できない。 PC エンジン配信はラックスさんには勝てない。ちょっと人数が少なくて困っているようなね、人の宣伝だったらまだわかるけどね、大手の宣伝はいらないと思うんだよね。ラックスさんが住み土地で乗り換えやってても、こっち見るし、
Twitch、スイッチは、スイッチの配信は永遠にないだろうね。ここまで PC エンジンを愛した人はいるのだろうかというレベル、言い過ぎかな。ラックスさんがスイッチでマリカートか。言い過ぎじゃないのよ。特別放送はするんですか。あー、そうですね。クイズアベニュー2かな。クイズアベニューは やりたい。クイズは、クイズは1本クリアしておきたいですね。ちょっと時間かかるから。裏垢で配信されてませんか？ね、の、裏垢ないです。ニコ生に1000円も払いませんよ。ニコニコ。メガドラミニのチャンネル教えてください。メガドラチャンネルもありません。クイズアベニュー2か、丸ごとザワールド一人で。だからね。あ、もう二度とやりたくないな、アウトランのあのステージは。エロバレーはね、昔だった。今はもう燃えないだろうね、もうね。今、ほら、あるじゃない、今。なんかパソコンかなんかでも。ね、デッドアライブビーチバレーみたいなやつ。パソコンで、ね。Steam であるのかな、あれ。よくたまに バナーが出るけど。バナーが出たりするからさ。ゴールデンウィークスペシャルのラインナップ楽しみだな。昔なんであんなにハマってたんだろう。今見てもなんかみんな同じようなあのキャラばっかりだから、なんかもうなんで昔あんなにハマったのかなみたいな感じになったよね。何度やられても立ち上がり、むちゃくちゃなリップで再戦する。ハスラー軍団もうやらないよ。ハスラー軍団も倒したからもう。ラックスへの猫を主役にしたこたまチャンネルならワンチャンあるかもしれない。ナインボールであれだけ時間かかったから、他のルールでやったらもう終わらないでしょうね。エイトボールとかローテーションとかあるけど、熱が冷めるとなんでこんなものに時間を使ったのかと思うことある。冷めないな、まあ、PC エンジンぐらいですよね。 PC エンジンの放送回数ならギネス登録できますよね。あ、そうですね、ギネス登録お金がいるけどね。ギネスの人がでもなんか来ないといけないんだよね、来てる中で。ハスラーはもうやりたくないね。家に来るんじゃないですか。 PC エンジンしてると確認しにギネスの人来るんじゃないの。ああいうので申請したら、どんどんどんやってますかって笑。ラックスさん顔バレしちゃう笑。どんどんどんみたいな。ちょっと空いてるね。ここだね、あとね。ここの、ここはちょっと資材が届かないところかな。あ、もう少しは緑があった方がいいね、でもね。ワンタさんありがとうございます。選考員日本支部さんありがとうございます。都会の中の緑、東京ね、いてますね。そうですね、東京にもね、なんかちょっと森があるみたいですからね。東京にもああいうところがあるんだと思ってた。東京代表の森さんですか。東
京代表の森さんって東京代表だったっけ。わらわら、森本は石川ですよ。森本、森本って誰だっけ。森本拓郎。もう開発の余地がない駅を潰して予想に移すしかないんですかね。そうですね、もうまた発展させようとは、もう、まあ、もう発展しきったところの駅を廃止して、でまたちょっと発展してないところ、ビルとか建てたいところに駅を移すしかないですよね。もうね、駅の数がもう上限決まってるんでね。駅が今上限いっぱいな、まあ、こういうもうあと使わなくなった貨物駅とか撤去して、撤去するとかですかね。あ、僕はないや。もう立った。やっぱもうちょっと手前の方だったな、ね、ここだったな。どうですかね。あ、スタッフロール見るまではちょっとね、もうまあだからもうこれでほったらかしにしてもいいんですけどね、もうね、お金貯まるまでね。あとはもう発展のしようがないんで、もうこれ数字見るだけでね。前はもう前のクリア軍の時はこれでずっとつけっぱなしにしてたんですよね。朝から土日にで500億貯まったところだけを放送しましたけれど、今回はまあ ほったらかしなしで。高すぎ、せっかく200億いったのがまた下がっちゃうじゃない、税金のせいで。これ黒字、誰かが着服してるような。社長、もう少し安くなりませんか。これで200億なんだよね。いくら利益あるの、結局税金引いたら20億ぐらいしかないんじゃないの。1年で20億ぐらいしか20億もあるかな。20億黒字になってればまあ500億は長いな。でも、もう少し税金負けてくれませんかね。そうですね、まあ、一番早いのは、数字が早いのはもうね、このオフにしちゃえば、これを全部オプションで、それかな、オプションでライト、サウンド、あ、サウンドはオンにしてね、グリッドもオフね、視野の変化もなし、練習試合みたいな枠になりそう。で、あとはもうね、これを見るの、処理を軽くしてね、もうそしたらこれが一番早く時間が経つらしいですね。おっとっと、はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版 A 列車のコース3は金曜以外毎日やってます。というわけで明日はお休みです。はい、おでした。明日はザプロ野球、おでした。おでした。おでした。おつつです。おつでした。また土曜日にお会いいたしましょう。おです。おでした。